コサックママアイ。コサックママアイは、ウクライナの伝統美術における、コサックの理想像である。ウクライナの守り神、ウクライナ人のシンボルとされる。コサックママアイの絵画は、18世紀から20世紀にかけて、ウクライナの民家において、イコンと同様に扱われ、神聖視された。コサックママアイと、鬼との飲み会。コサックママアイという人物の由来は不明である。 彼は架空の人物であり、17世紀以後に作成された、ウクライナコサックの総合像であるとする説と、14世紀に、ウクライナの一部を支配していたモンゴル帝国のマンコ、ママイという実在人物であると主張する説がある。14世紀のコサックママアイの絵画は現存せず、18世紀以後に作成されたものが圧倒的に多いので、現在ウクライナの美術界では、 前者の説が定説となっている。しかし、コサックママアイの絵画は、アジア的モチーフが強いため、後者の説も、完全に否定できていない。絵画におけるコサックママアイは、多くの林で愛馬の隣にあぐらを描き、ウクライナの楽器であるバンドゥーラを弾く姿で描かれる、ことが多い。彼は、東洋風な上着を着、広々としたズボンと二色の長靴を履いている。頭には、 コサックの前髪、顔には長い口ひげ、口には長いコサックパイプ、周りには槍が据えられ、ウクライナ種の酒瓶と酒配が置かれている。コサックママアイの絵画に描かれているものは、それぞれの意味を持っている。バンドゥーラは、ウクライナの歌、馬は、ウクライナの自由、歌詞は、ウクライナのしぶとさを象徴している。酒瓶、酒配が、埋葬品として、 コサックの墓に入れられ、槍がコサックの墓の上に立たされることがあったので、槍、酒瓶、酒配は人生の儚さと死の覚悟を表している。コサックママアイの絵画には、ウクライナ人の笑いと人生観を表現する面白いことわざや死などが書かれたこともある。その中で、最も人気を博した文は次のようなものだった。コサックママアイの絵画は、 ウクライナ人の民家でのお守りのような役割を果たし、と、壁、窓際、室食器などの家庭品に描かれた。絵画の隣に、俺はコサックママイだぞ。俺の平安を乱すな。という呪文も書かれた。コサックママイは、現在のウクライナにおいて、人気のある英雄であり続けている。ママイの石像や銅像などは、首都キエフをはじめ、ウクライナの、 数多くの町村に建てられている。2003年に、キエフ映画スタジオが作成した、ママーアイという作品は、ウクライナ中の、特に若者の間で人気を集めた。コーブザの場合もある。17世紀から18世紀の間にウクライナは、イスラム教のオスマン帝国と、クリミアアセ国、カトリックのポーランドなどによって、しばしば侵略されたので、 コサックママアイの絵画では時折、飲みを潰したりする代わりに、トルコ人を潰したりする、タタールを潰したりする、あるいは、ポーランド人を潰したりするといううち的願いを込めた表現が書かれたこともある。リバースゼー、ありがとうございます。